オリンピックにちなんでね、まあ、俺らも負けてられへんなということで、ね、第1回高子オリンピック開催したいと思います。高子オリンピック、おっしゃー、おっしゃ ー, しゃー、はい、1試合目は高野タタの勝ち、イエーイ。はい、2本目やってきました、バスケットですね、フリースロー対決。近いって邪魔邪魔別にあの反則ちゃうから。おいしょスパ。はい、それでは、3試合目、これはもう細負けたらあかんから細のリクエストで、うん、バッティングということで来ましたけど、うん、もう自信あるよね。いや、それは自信あるよ。やってたもんな。やってない。なんでやってたこと隠すの。野球部やってん。いや、野球部じゃなかった。あれ、俺たちのホストンどこ行った。ちゃうね、やっぱ言ったらあかんやん。なんかかっこいいやん。何もやってへんって言ってバチン言った方がかっこいいやん。あ、そういうあれやん。言ったらあかんやんか。そういう美学があんねんな。こっすいな。負けたらダサいやしょ。こっすい。今日なんかこっすいで、ずっと。え、卓球の時もこすかったし。2-0。2-0。バスケの時も邪魔ばっかりしてきて。いや、近いって。邪魔邪魔。別にあの反則ちゃうから。バッタ高いやろ、やっぱ勝負と。野球はいける。野球は圧勝。圧勝、うん、僕も経験ないんですけど、僕もっていうか僕は経験ないんですけど、ハンデハンデあげる。まあ勝ちます、これも。じゃこれ10球出てくるから、まあ何球前に飛んだかね、対決したいと思いますんで。よっしゃ、3試合目最後になるかもしれません、うん、レッツゴー。なれへん。じゃあ先行高弘でお願いします。お願いします。しゃーごーい。おいおい、あー、おー、3点すごい。ナイスバッティング。おい、おー、すげー、ホームラン。おい、あー、空振り。やってもうた。おー、6点。いいよ。おーい、7点。すげー、10分の7。10分の7。頑張ったね。これほんまに未経験の。マジ未経験。すごい、めっちゃ当たってたやん。また言うてるやん。俺も未経験。じゃあ続きまして、ホッソン、うん、バッティング、レッツゴー。うん、いきます、プレイボール。一応でいくわ。お、まあ1点やな、前飛んだな。おお、すげえ。おお、すげえ、4点。お、5点。おお、ここで空振り。お、7分の5。おお、7点。ファウルやな。おっと、引き分け、引き分け。これもちょっとあれやな、サドンデスやな。え、引き分け、引き分け、7対7やわ。そうやん、俺の方がいい球飛んでたけどな。確かにな、それで言うと高いような感じやけど、これはまあ経験してるから、あくまでも前に飛んだらっていうルールやから。オッケー。じゃあサドンデスということで、サドンデスどっちが先行。サドンデス、俺から行きますよ。オッケー、じゃあそのまま高いので、うん、じゃあ行くで。サドンデスレールはめちゃくちゃいい当たり、ヒット性の当たりをどっちが先に打つか。お先出した方が勝ちですね。そう、オッケー。ホストンで言ったら、さっきで言ったらもう出てないですからね、いい当たり。僕だから出します。オッケー、じゃあ高平先行で。きしゃー、行くぜ。お願いします。ホームラン行くで。内野フライ。4球目。あーっと、高くしたやろ、球。球高くしたやろ。何もやってるよ。5球目。ああっと、力んでるよ。力んでるよ。飛ばそうとしすぎてる。6球目。ファール。やばい。7球目で決める。ファール。
ました。最後バントで。ナイスあっこに当たったけど ね、ど真ん中行きましたね。ホームラン8球目やったね。おっしゃ8球目やろ。はい、俺一発で決める、一発で決める。いや一発も出してなかったな確かに。まあこれはチャンスでない。ハッソンいける。スイング見て。あ、いい音なってる。大谷翔平やろ。大谷翔平ではないけどいい音なってるわ。こういうスポーツで何が一番大事か分かりますか？センス。センス。答えは水分補給。あ、そういうことね。水分補給忘れずに行こう。オッケー。オッケー。行こう。一発一発決めるわ。はい、打ちたい。はい、一球目。いくらいか。ダブル。あ、ファウルやね。四球目ファウル。やばい。怖。どうしたどうした。ホームラン。わ、わ、わーっとホームラン。すげえ、5球目でホームラン出した。めっちゃいいとこいった。でもあっこには2ヒットって書いてるから、ね、俺当てたホームランやけど。いやーこれはもうホストン勝ちやね。サドンデス。バント対決は俺の勝ち俺送りバントとか苦手やから自打球じゃあ3試合目ホストのリクエストサドンデスでしたけど、が見事にねホストの勝ち、うん、圧勝。圧勝ではないめちゃくちゃいい勝負でしたねあー悔しいな、負けた。じゃあ2対1ということで次決めていいよ。4種目目、うん、何しようかな。どれでも勝つから。サッカー行きましょうか。サッカー行きましょうか。サッカー PK いいね。 PK 対決。 PK 対決、 PK 対決いい。え、大丈夫なんで会議差ちゃうから。ギリギリ勝ったのにめっちゃ偉そうだな、なんかほんまやな。いいよ、やろう。いける、いける、いける。じゃあ、4種目目は、PK 対決ということでいきましょう。よし、じゃあ、お願いします。これルールはもう3点選手でいいかな。3点選手でいきましょうか。あっしょやな。 OK、 3点取ったチームが勝ちやからね。高色チームは俺と、紅葉と朝日3人で、はい、頑張るぞ。はい、ホストンチームは、アヤドとライトがエグゼチームで、こっちがディアブロチーム。オッケー、オッケー、それで。はい、キャプテンお願いします。キャプテン、お願いします。お願いします。やば、めっちゃ楽しそう。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。めっちゃうまい。おー、ナイスキーパー。ドッジボールになってる。ドッジボールになってた。さっきここバッチリ蹴られて、顔面バッチリ蹴られて体張りすぎ。チャンス、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 チャンス。おお、うまい、うまい。あー、出た。惜しい、惜しい。いけ、いけ、いけ。おお、ナイスゴール。うぇー、よいしょ。キッテン選手。出るけど、今からもう出てもいいことだし。うわっ、うわっ、2対0。やばい、あと1点やで。やばい、やばい、やばい。